今日は映画「ファイトクラブで」でタイラー・ダーデンが履いているブーツですねこれのレプリカの紹介をさせていただきます苦節10年ぐらいですかねようやくレプリカが完成したんですけどもじゃあまあなんでそんなにかかったかというとですねあのまあカージャンとかシャツとか作るのと違ってですねこのゴム底の型台これがえげつないですね えーまあ、今回0.5刻みで11サイズ、えー、作ったんですけれどもこれをです、ねまあ、あの完全復刻でもうゼロから型作るとなると大体300万ぐらいかかってしまいます、えー、型代だけでですねでまああのどこもですねあのこう小ロットで作ってくれなくてですねもう最低のロットが2000足とか言われてですね、まあ、余裕で20社ぐらいは、えー、断られましたかね。まあ、あのとまであの なんとか300足で、えーえー、作ってくれる工場をようやく見つけましてですね、えー、今回、えー、完成した次第ですであのー、オリジナルはですね革、あのー、釣り用のブーツになりますで、えー、実は最初メーカーにですね、えーあのー、復刻を依頼したんですけども、あのー、もう型がなくなって、えー、もう作れないというふうに言われましてですね、えー、それでまあ自分で作ろうというふうに思ったんですけども で、あのーまあ、オリジナルはですね、あのー、そこがこう川の苔ですね、石についた苔で滑らないようにこうフェルトの底になっているんですね。なんで、ちょっと、あのー、タウンユースは厳しくてですね、まあ、あの例えばそれ履いてこうトイレなんか行けないですよね。えー、ましてや、このコロナ禍において衛生面で、えー、問題があります。で、えー、もう完全に実用性を重視して、えーこの ゴム底にしましまたあとですねあのオリジナルはあの多分革で安定するようにだと思うんですけどもこう非常に、えー、重たく作られていますで2 6センチでだいたい片方で 730g ぐらいあるんですけどもまあその点も、えー、タウンユースという意味では実用的ではありませんので、えー、大幅に軽量化しています、えー、まあ,あのこのサンプルは、えー、一番小さい えー、2 5ンチなんですけども、えー、これでですね大体 402g ですかで、えー、オンスで14.2ンスぐらいですね、えー、このぐらいになって大体いいそうですね40%以上、えー、軽量化してますで、えー、あとこう中のインソールですねここの インソールの部分も、えー、大変あのいやオリジナルでちょっと厚みのあるクッション性の高いものを使用してますので、えー、トータルで非常に快適に歩くことができます次にこのアギレスケの部分のパッドですねこれあのオリジナルの新品当時はですね、えーまあ、このゴムと同じゴ,ゴム色というかオ土ド色をしてるんですけども えー、まあ、結構変色するんですね。で、まあ、その変色の仕方たもまあ一定じゃなくてこう、ピンクっぽくなったりですとか、えー、白っぽくなったりですとか、様々なんですけれども、えーまあ、タイラーレ・ダーデンが実際、映画で履いていたのはですね、ちょっとアイボリー風に変色してまして、なんで、もうあの最初からそれと同じ色にしちゃいました。で、えーまあ、あ,のあとですね、 経年劣化で言うと、そうですね、ここの部分がゴム経年劣化するとパリパリになっちゃうんですけども、そこはもうステッチで補強してます。で、えーまあ、トータルとして、えー、耐久性も向上させています。で、えー、このアッパー部分はですね、えー、オリジナルと同様のキャンバス地を使っております。で、は、えー、水加工してあります、えー。ちょっと水垂らしますとすね。 えー、撥水加工をしてます。ただあのこう防水仕様ということになるとですね、えー、全部を水につけて、えー、全てを検査しなきゃいけないのであの非常にあのコストがかかってちょっと価格が上がってしまうので、えー、値段を抑えるためにも防水仕様は謳っておりません、まああのー、このラインぐらいまでなら、ね、大丈夫だとは思うんですけども、まあ、あくまで、えー、撥水加工ということでお願いします サイズはですね、えー、25センチから0.5刻みで30センチまで、えー、11サイズご用意いたしました。で、まああの国際的な標準サイズで作ってますので、特にこう大きめを選んでいただく必要とかはないと思います。 えー、24.5以下の方は恐縮なんですけども、まあ、靴下とかインソールでですね、えー、調整していただければと思いますで、えー、30.5以上の方は本当に今回は申し訳ございません、えーまあ、ある程度売れたらですね、えー、さらに大きいサイズも検討しますのでよろしくお願い申し上げますちなみにタイラー・ダーデンはこうやって紐なしで履くシーンもありますね まあ、ああの、軽量化しておりますので、オリジナルよりは脱げにくいと思います。以上、今日は、ファイトクラブの、えー、タイラダデのブーツですね。これのレプリカの紹介をさせていただきました。ご視聴誠にありがとうございました。やっぱり防水の試験をやってみます。これを、 きましたどうでしょう大丈夫そうですね